確かにさっきぶりだね。こんばんは。そうなんだ。そうだよ、私カフェ行ったの。実はカフェに寄りました。痛い。やべ、腕上げらんない。レモネード美味しかった。なんかレモネードごめんね、なんか私5時とか行ってたけど結構遅い時間に行っちゃった。6時ぐらい、そのぐらいに行ってたと思う。だから行った方はラッキーだったね。レモネードのみです。いや本当はかき氷も食べようとしたんだけど、実は私もう一人いて、ゆうはさんもいたんですよ。ゆうはさんも飲み物だけだったから、なんか私だけ飲み物食べてもなーって思って、飲み物だけにしときました。いやちょっとお腹空いてたから本当は食べたかったんだけど。そうだよ、ゆうはさんいたよ。ツーショットしたから。ゆうはさんからとろってさせてきてくださった。通信はチャットかメール、まあどっちも送るつもりだけど。だよね、ツーショットしてるところ見てたよね。私が写真撮ってるところも見てたよね。ずっと見てたよね。じゃあチェキ何かの特徴でチェキが当たれば私と取れるかも。ハートありがとう。おハートありがとう。明日はピー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  A B C D E F G H I J K P B S B S だー。これにしとこ。明日からいよいよビスのイベントが始まります。皆さん待ちに待ったビスのイベントですよ。私はもうここでしかチャンスがないと思ってます。いや本当にそうですよ、ゆうはさんライバルですよ。いや頑張ろう、ゆうはさんに負けないように頑張ります。でもね、5時から始められないんだよね、明日。学生だからさ、そういうところが不利なんだよ、こっちは。もう本当は5時に始めたい。乗ったが、無理。
かんないよ。でもね、絶対ね5時に始めれないんだよ、ね、絶対に多分。明日何時？でもできるだけ早くしようと思ってる。そうだよね。確かに。もうやだ。この微妙なくしゃみ。くしゃみ出そうで出ないってちょっと良くない。だよね。そう、3時間じゃった。3時間。3時間だから、まあ10時まで やればいいってことでしょ。でもそれまで3時間。7時か。7時からか。7時からじゃん。から寄ればいいんだ。実は俺しない。何？出そうで出ないくしゃみ。でも明日は5時から始まるから、明日は夜しかやんないけど。朝するかも。あ、朝しない、ごめん、今のナッシング、朝しない、朝しない、痛い痛い、そうだよ。言っちゃっていいのか分かんないけど言うね。そう、今日行った方は分かるんだけどって言っても終わったよね。また終わらなかった、今配信できないわ。ね、朝朝じゃない、前座のね曲がまたまた追加されました。そう、かかとを鳴らせでございます。これかかとを鳴らせ。じゃあ私のかかと見たいんだったら見に来てよ。おすすめした日あるでしょ。おすすめした日あるじゃん。その日だよ。トゥ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 ピッ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 、かかとのピッ、熱くすぎ、ちょこの配信似合う、なんか似合うな。どれだけやりきったか、トゥグトゥトゥ、最後の時間を振り絞って、チャンスを掴み取れ、こんなにもかもしれに我忘れ、汗を流すこの瞬間、かゆい。あおちゃんのかかとはね、
まあお母さんよりはまだマシかな。まだまだツルツル、全然。ごめんね、今揺れ起きちゃった。これなんか下で笑ってるんだけど。いやちょっとお母さん、かなりお父さんもやばいかな。痛いやん、ぶつけるってもう。でもお腹痛いから笑わないでよ、筋肉痛なんだから。お父さんかなりやばいの、手もやばい、マジで。あの私、あの足が凝った時に、私お母さんに足やってもらいたいの。あのもうほぐすのね、足をほぐすので、お母さんができない時はで、お父さんが、お父さんにやってもらえなよって言われるんですけど、私めっちゃ嫌なの、お父さんのマッサージの仕方と、あの手が嫌で、本当に。いや嫌なんですよ、私お父さんにマッサージされるの下手くそだし。だから本当に嫌だ。え、マジでなんであんな、なんであんな、あんなの。ちゃんとケアして。そんなんね。え、マジでパパのマッサージの仕方がマジで本当に下手くそなの、本当に。え、これちゃんとほぐしてるのっていうぐらい本当に下手くそなんです。もう嫌です。お母さんの方がもう倍ぐらい上手です。よくお母さんやってもらってたな、本当に。いや、お姉ちゃんも嫌だよ、痛いもん。お母さんが程よい。姉ちゃんマッサージ痛いから嫌だ。姉ちゃん力強い、嫌だ、力強すぎて。もう本当に、え、マジでマッサージ上手なの、これはいいね。お姉ちゃんマジで強いっす。なんかお母さんにやってもらった方が嬉しいけど、お母さん、でも私最近もマッサージしてもらってない。なんでなんだ、じゃあビスの話しよう。確かになんか企画とか全然なんか考えてないかもしれない。おでこがかゆい。何この髪型。確かにしてほしい髪型とかいいかもしれない。あ、ごめんなさい、すいませんでした。え、何これ、高めツインテール。
ークは絶対にしないから、もう絶対に絶対に確実にもう絶対しない。そう、ビスはね、もうモデル、はい、マジで大事だと思うから、マジで可愛くしていくよ、何が何でも、マジで無理やりでも、本当にマジで可愛くなきゃ勝てねえよ、ロックンロール、意味わかんない。だっけさ、可愛いの着なきゃいけないし、可愛いの着る、毎日ビスイベントは可愛いお洋服を着る、こんな T シャツなんか着ない。メイドさん持ってない、持ってない、かゆ、なんか候補とかあります、何々してほしいとか、とか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 、動物の着ぐるみない、体操着でビスやったら絶対にさ減る気が、なんか全然なんか つまらなそうビスって感じがしない。受験さん苦手、幼稚園児の格好もないんだけど、いや、あるっちゃあるけど、でも普通に保育園すぎて、あれ本当の保育園の、あれ制服っていうのかな、あれだから無理、バレはしないと思うけど、でもダメ、いけない。高めちゃん、高めちゃんね、高め、高めで、私はね、なんか絶対捨てないんだよね、ランドセルはもちろん、まあみんなそうかもしれないけど、ランドセル捨ててないし、これが小学校の教科書も捨ててないし、だからゴミ溜まるんだよね。でも、ああ捨てたくなくない、ああいうの。ランドセル配信今担いでこようか、すぐそこにあるんだよね、1年生1年生になったら、1年生になった茶色、友達100人できるかな、できるわけないでしょ、小学校だけフラメちゃんと覚えてないからまだ勉強するんだね、違う、そういうことじゃない、あの歌にツッコミ絵を入れる、だって100人なんかさ、どう考えてもできなくないですか、100人え、だって学年でも100人いないでしょ、すごいな、思い出のやつあるかな、初めて、初めて、新しいお友達できた、初めてのシルバニアファミリー、卒業アルバムは NG です、 NG
シルバニアファミリーは、小学校の時の児童クラブでよく遊んでました。本当にマジでよく遊んでた。本当に必ずその遊びしかしなかった。このね髪型はね私じゃないの。いつも実はやってもらってるんだよ。自分でやる時もあるけどほとんどやってもらってます。だから私はすごくありません。自分で髪型できるようになりたい。お兄ちゃんじゃないし、これお兄ちゃんじゃないもん、これお兄ちゃんじゃないもん。私の専属のヘアメイクさん。お父さんがいるわけないでしょ。お父さん不器用すぎるよ。うん、そう、専属のヘアメイクさんがいるんですよ。不器用太陽、なんか良さそうに聞こえちゃう。ありがとう。ねえ髪型何してほしいの？まだツインテールしか書いてないけど。もうパパ DD だって言ったじゃん。あった、ゴー。お団子ハーフツイン、お団子ハーフツイン、うん、お団子、ご注文をお伺いします。高めのポニー。目がおかしくなっちゃって、昼かな。どうしたの？さっきからびっくりしたみたいな、てん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 みたいな。え？何？オムライスください。あ、オムライスはありません。下目ついお団子。うわぁ。できるかな。ケチャップでハート書いて欲しかった。ちょっと待ってね。あ、そう、今注文起きてるんだった。まだ席外そうとしてた。低めツインも見たい。いいよ。
クメツイン。編み込みツイン。編み込みツイン。編み込みツイン。ツイン。猫耳ヘラ。やばい、これ癖なのかな、なんか発音やっちゃ。オッケー、まねちゃんがメモってるからいいや。やる、やる気なくした、やる気なくしたということ壁紙と逆のサイドポニー、私はいつもこっちだからこっちか。でも私こっちでね、サイドポニーね結構してるんだよね、言うて。今ちょっと似合わないかも。めっちゃめっちゃじゃない、めっちゃみんな出てくるね。羊ヘアだってお姉ちゃん。カシューチャ、カチューシャか、何カチューシャって意味わかんないこと言わない。何カチューシャつけてデコ出しは無理かも普通に恥ずかしい。なでしこジャパン普通に恥ずかしいかも、私似合わないからごめんだけど。前髪流すのだったらいけるけど。大きいリボン、あ、かわいい、大きいリボン私好き おでこは広いのか分かりません。ショートカット風ですか、できるかな。ボブ風、でも私前ショートにしようとしてた時あったの、それみんなに前言ったことあると思うけど。うん、これでボブ作るのもすごい難しい。こんな丸髪ないでしょで今さこうやってさ、あ、自分って似合うんだって思って実際切ってみたら全然違うんですよ。どういうことですかね。いやでもね、T シャツの中に入れてみて。変わった？こうやってこうやればいいのか。どうだ？ねえちょっと待って、背中がチクチクするごめん、背中チクチクするんだけど。
ボブ似合うかな。ボブ似合わない気がしてきた。姉ちゃんは私のロング推し。絶対にボブにしないでってお姉ちゃん言うからなかなか切れない。まあまだするつもりないけど。じゃあ一応なんちゃってボブも入れちゃおうかな。なん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 てなんだってボブ。やばい、バブって書いちゃった。ボブなのに。バブって書いちゃった。ボブ、ボブ、ボブ。ボブ、どうしよう。一応企画も決めたいんだけど、なんかしてほしいのとかありますか？耳柔らかいんだよね。いや、みんなそうか。でも結構私柔らかい方なんだよ。メンバーのモノマネ、なんか失礼すぎてやりたくないかも。嫌われたらどうしよう。おお、いいね。いんじゃない。4期生みんなの好きなところ、4期の好きなところ。受験さんありがとう。鍵盤ハーモニカ持ってるよ。だそれでなんか演奏できるかな。一瞬の花火。絶対音感を信じるね。ちょっと一瞬持ってきていいですか。ワンチャンできるかもしれない。痛っ。あー、お腹痛いよ。もう筋肉痛すぎてもいいじゃん。痛っ。Thank you.
つけちゃったよ、ごめんね。申し訳ない。見て、ランドセルも一応持ってきたの。私が使ってたランドセル。まあ一旦これ置いといて、後日使いましょう。サビって何やばい、イヤホンみたいにここ耳に突き落としちゃった。やばい。危ない危ない危ない。笑ってるし、失礼。いけるかもしれないんだけど、こんなの見たとって、私は絶対音感がないっていうことでさようなら。でもね、私また戻してきた。なんか下で弾けてる人いるんだけど、いやピアノだからできるだけで。しゃべピー弾けるんだよね。オーディションの時に、
ざい、舌で弾いてる人いる。あ、ごめん猫ちゃん、ごめんね、申し訳ない、申し訳ない。ミャックルセット。ランドセルの中身は何が入っているんだ。こんなところにテストがあるじゃないか。え、かなりやばくないこれ。え、どうして私、マジでバカじゃん。え、バカなんだけど、私バカすぎて無理。すごい、私のスタンプある。レのシャープ合ってたわ、私最初の始まり方合ってたじゃん。レのシャープ、レのシャープ、レのシャープで合ってるじゃん。6年生を送る会招待状、いろいろ5年から1年が出し物を準備しました。ぜひ来てください、待ってるよ、プレゼントもあるよ。なんかうざくない、この招待状。うわ、やなやな。誰が書いたの。まあまあじゃん、私的にはこの点数はまあまあじゃん。懐かしいね、テストってさ、小学校ってこんなテストしてたのかよっていうくらいバリ簡単なんだけど、羨ましいわ。 Yes、 字汚すぎますねこちら、本当に位置が汚い。マジ字汚いんだけど、字汚すぎて嫌、嫌。おお、まあまあいい点数取ってるじゃん。軽くなる、なんか視点、力点、作用点。なんか再テストみたいなのしてる。え、すごいじゃん、え、すごいじゃん。いやでもね、3年生の後半は確かちょっと頭が良くなってたんだよね。すごいじゃん、85点だ理科で。クレーター、懐かしい。6年間ありがとう。そうだそうだ、私ね、小学校最後の時全校鬼ごっこしたの。校舎で鬼ごっこした、めっちゃ楽しかったあれ。だってさ、校舎で鬼ごっこするのさ、校舎じゃない、あの全校間違えた、6年生だけで校舎使って鬼ごっこしてたんですよ。あれ楽しかった。
も私ね、結構結構逃げれた気がする。将来の夢は水族館の飼育員です。きっかけは動物のテレビ番組で水族館の飼育員さんが生き物とかに餌をあげているのを見て、水族館の飼育員やってみたいなと思いました。感じたことは大変なこともあるけど楽しそうだからと。感じたことは生き物と触れ合えるからです。生き物は何言ってんのこの人、この人何言ってんの、意味わかんない。うわーすごい、連絡ノートだ。え、これちょっとしか使ってない。無駄だね。めっちゃ地位汚すぎだろ本当に。とにかく地位汚い、地位汚い、無理。57分になったら教えてください、お願いします。5年生復習、あれ何書いてんの、これあれか、あれね、学習ノートだ。やべ、いけないこと言っちゃいそうもうさ、保育園児みたいなこと書いてあるんだけど。今日は帰りがすごく早かったので、その後お友達と遊びました。3人で遊びました。まず2人でスイッチの集まれ動物の森をやりました。やってる途中にもう1人の友達が来たら、今度はみんなで動物森じゃないない方をしました。どういうことやね何ない方って、はどういうことですか。ちょっと飽きて外に行きました。外に行ったらまず縄跳びをして遊びました。次に走ったりしました。すごく楽しかったです何書いてるんですかこの人って。マジでよく先生の返事、天気も良くてよかったね、先生も土日はどんぶりしてます、わらっ日記って面白くない？小学生すぎてウケる。あった日記、これは言っていいやつだと思う。今日は久しぶりの学校で楽しみにしていたけど、午前と午後に別れてしまい、みんなとは会えなかったけど、その半分の人に会えてよかったです。半分の人ってさ、なんか失礼じゃない？何半分の人って。少ない人数だったけど楽しかったです。午後の人はどうだったのかな午後の人はどうだったのかな、ウケる、何この人、何書いてんの。先生の返事、午後の人も同じ言い方してる。午後の人も全員元気に登校しました。早く全員揃いたいですね。何この人の日記、ウケる。意味わかんないこと書きすぎてさ、ほんとに。そうだったのよ、その時コロタンで別れてたの。そうそうそう、
え、ちょっと待って、日記。あ、え、なにこれ、すごい。そうだそうだそうだ、やったの。私なんか、そう、ペット紹介したの。ね、あとさ、なんか漫画の話も、本、漫画の感想っていう日記がありました。やめとこね、字汚い、見て。私の日記にペット紹介っていうところがあって、私のペットはハムスターです。私はこれまで今の子を入れて6匹飼ってきました。一番最初に飼った子の名前は大地とイチゴです。2番目の子の名前はチョコとココアです。そのココアは2年も生きました。今の子の名前はうーちゃんとふーちゃんです。最初に名前をつけるのが難しかったです。なぜうーちゃんとふーちゃんにしたかって言うと、それはうーちゃんの方は気が薄かったのでうーちゃんと名付けました。ふーちゃんは普通のジャングルハムスターだったのでふーちゃんと名付けました。ふーちゃんはお家に来る前、ペットショップで箱に入れられる時にギーって言ったんだって。怒ってたらしいです。だけど今は全然怒らない、いい子のふーちゃんで可愛いです。マジで名前の付け方最低じゃない？雑だよね、名前の付け方。毛が薄かったからうーちゃん、普通のジャングリアンハムスターだからふーちゃん。何こう、やばいよね、名前の付け方本当に最低だと思う。ごめんね、こんな飼い主で。可愛かったよ。すっげえね、似顔絵描いてるんだけど、家族紹介で。え、なんか若干似てるかもしれない。家族紹介してる。私の家族は4人います。まず1人目、お姉ちゃんはまるまると言います。中学、これあんま言わない方がいいか。あ、もう終わっちゃった。あ、57分じゃん、やば。読まないと。え、もう私日記これで終わりなんだけど。え、自習学習のそのノートってもうこれだけだったっけ。まあいいや、男女読もう。13位ひろゆきさん、ありがとうございます。12位たけめぐさん、ありがとうございます。11位めがねさん、ありがとうございます。10位かつサンドさん、ありがとうございます。9位お金持ち先生さん、ありがとうございます。8位くんちゃん、ありがとうございます。7位チョコレモンさん、ありがとうございます。6位さだまささん、ありがとうございます。5位よしひろさん、ありがとうございます。4位じんさん、ありがとうございます。3位竹蔵さん、ありがとうございます。2位りょうさん、ありがとうございます。そして1位まさぼうさん、ありがとうございます。皆さん、明日からピスイベント始まります。私は絶対に3位以内を目指しているので本当に頑張ります。皆さんも応援よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。
明日から頑張るぞ。